30年もメンテをしていない折半屋根です。約1700平米あります。部分的にひどい錆のところがあります。まず足付け棒でケレン作業です。今回は全員 V90 を使っています。谷間に沿わしてこすったり V90 の片面でてっぺん部分のフラットなところをケレンしています。 V90 の片面でサビのきついところをこするのも効果的です。ケレン作業後の折半屋根です。右側がケレン前、左側がケレン後です。きれいにこすれています。使用後の足付けパッドです。最後まできれいに使っています。約2時間ぐらいの使用です。屋根の状態にはよりますが、今回は1個で約70平米ケレン可能でした。今回使用した4本の足付け棒です。ケレン後は錆止めを塗ります。丁寧にローラーバケで塗っていきます。その後乾いてから中塗り上塗りをして完成です。